あのお嬢さんも大変だね。乱世の花嫁なんて、いろいろ背負わされるだろうに。お主の目は節穴じゃな。見てみや、あの二人。俺は好いている者同士にしかできん顔じゃ。劉備、結婚めでたい。ああ、なるほどね。おうよ。ここまでは順調ですね。劉備殿、次の一歩が劉備殿にとって最大の試練です。関羽殿が慶州を制されたとのことです。ああ、知っている。聞こえたのだ、雲長の勝ち時が。兄者なら当然だぜ。なあ、長宝、正妻、兄者なら当然だよな。孫悟にもゆえあってのことであろう。心配はいらぬ。諸君の私を信じよ。神の世の実現まであとわずか。皆共に新たな世を勝ち取ろう。お前たち、雲長、雲長はどうした？父は殿に、兄者にすまぬと。おお、雲長。でね、今はお聞きよ、張飛軍の長達ら離反、張飛殿を手にかけ呉に下りました。なんと、欲得まで。これらはすべて孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない。そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち神の世を築く。それが我が兄弟たちへの手向けだ。劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、
諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆を、私たちの陣の志を。将校殿、辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長よくとく、どこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ、誓ったではないか。私たちはいつまでも共に。玄徳様。見ていてください、上将。陣の世、必ずや私たちの手で。共に新しい時代を迎えられたこと、この劉玄徳、心から嬉しく思う。だが今日までの戦乱のこと、どうか忘れないでほしい。いさかいを力で収めても心までは従わぬ。人の情は断りのみではつかめんのだ。だから皆、互いに語らい、信じ、支え合ってくれ。手で健やかなる陣の世を。